竜祭で起きた出来事は知っている。貴様たちがここを訪れた時にはとうに風流廃墟と呼ばれるようになっていた。この地名も風流より廃墟の方がしっくりくる。俺の記憶ではこの廃墟とあの竜はほとんど関係がなかった。俺が初めて旧モンドの廃墟を見た時、トワリンはまだ落ちていなかった。無論こんな場所に来るゆえんもなかった。え、でもトワリンの事件って数百年前のはずじゃ。気にするな。この廃墟に封印されていた動向装置に覚えはあるか。アビス教団がこの廃墟にいるのならその装置に目をつけるだろう。動向装置があった場所に行って確かめてみろ。